マックス・ドボルザーク、ホトバイ・アントン・コム、マックス・ドボルシャックは、チェコ出身の美術師や、聖は、ドボルザーク、ドボルジャーク、ドボジャークなどとも表記される。1874年、現在のチェコにあるロードニセで古文書館員の父親の元に生まれた。はじめプラハ大学で歴史学を学び、14世紀イタリアの写本装飾画に、 対するビザンティンの影響を扱った論文を発表した後大学教授資格を得る。その翌年に刊行されたバンエーク兄弟の謎は、鑑定学の近代化を進めていたモレッリの手法を宣伝進化させたと評された。1909年からウィーン大学で芸術史の聖教授に就任。中世、近世美術史を担当したほか 全民のアロイス・リーグルが組織していた文化財研究所でも後継者となり、特に近代ドイツ史の資料修正刊行に尽力したが、1921年に急成。没後に行こうと抗議力が集められ、五冠本の著作集として刊行された。このうち現在では、一般精神史の表出としての美術史を構想した、精神史としての美術史ハット ABCD、 ユーリウス・フォン・シュロッサー、美術史、ウィーン学派、ドボルシャック、グレコとマニエリズムについて、ありがとうございます。